いや、あと10話なんだけど、もう終わるんだけど、この章怖くない？ちょっと。え、誰が悪魔化すんの？悪魔化すんの？まず。え、どうなっちゃうの？ああ、京都、あ、指定コンビ。ふむ、この建物に悪魔執事は4匹いると聞いていたが、数える単位が違います。人です。2匹しかいないようだな。残りはどこだ？あの二人なら、あんたの墓を掘ってるところっす。忙しいんで俺たちが相手するっすよ。いいよ、もうもう。行ったれ行ったれ行ったれ本舗。ボスキさん、どういう作戦で行くっすか？うん。2対1でしょ？ああ。どうもこうもねえだろ。ハウレスとヘネスが戻るまで耐えるしかねえ。ああ、さすがにボスキーでも無理か。うん。ボスキー単位が一人いても厳しいのか。別邸組が3人がかりでようやく追い払えた相手だ。しかも今日は、武器まで装備してやがる。うわー、そっかー、ボスっけも強いはずなんだけどね。どうだどうだ。あ、もう俺たち二人にはちょうどいいハンデだろ。え、天使たちって筋トレしてんの？してなくて素であんなに強いの？ずるくない？やれやれ、けど本当に頼りにしてるっすよ。まあそう、アモンモンはね、信用してるからね。悪魔の力を解放したボスキさんは悪魔化したハウレスさんに負けないぐらい強いっすから。あ、そうなんだ。あ、そっか、でも止めてたよね。ふん、任せておけ。ボスッキーどうなんだ。プライスレスとボスッキーって結局どっちが強いんだろう。同じぐらいってことでいいのかな。はあ、何をごちゃごちゃ言ってる。犠牲がいいのは口だけか。それは口しか喋らないからな。ところで、お前たち悪魔執事のそばには主と呼ばれる人間がいつもいるはずだが、出すわけないじゃん、切り札を。あいつは今どこにいる？何ですか急に。マッチングします？はあ、ああ、主様だと。マッチングしたくないです、私は。あの血の天使、主様のことを気にしてるみたいです。どっから見てんの？監視カメラあるの？今までそんなことなかったのに、どうして急に？だって刺しに来てるからね。もう私は楽屋裏を見ました。彼らは私を狙ってる。だから情けなく逃げる。血の天使が俺を、うん、昨晩の悪夢のことを思い出し、どこか嫌な感覚を覚える。え、まさ夢だったらどうしよう。俺は自分の背後も警戒しつつ、血の天使と執事たちの会話に耳を傾けて。どこにいるの今？窓から見えてるぐらいの近さってこと？バレないか。ああ。主様ならデビルズパレスに帰ったぞ。なあ、もう。そうっすね。そうそう、今頃綺麗なバラを見て心を癒してる。殺す。お優しい二人、死なないでね。じゃあ、ソーシャル悪魔かってこと？ふん。ふん、素直に話す気はないか。いるのは分かってる。セラヒムの言う通り、やはり悪魔執事たちにとってあの主は失いたくない存在。うわ、ならば。まあいい、貴様らを痛みつければ向こうから現れるだろう。へっ、素人剣士がでかい口聞くんじゃねえか。そりゃそうだよね。そっちは白帯だけど、こちら黒帯だからね、ボスッキー。言っておくが、剣を振り回してるだけで勝てるほど剣術は簡単じゃねえぞ。うん、おい、来いよ。俺が人間の恐ろしさを教えてやる。ボスッキー、いや、頼りになるわ、本当に。ボスッキー、一家に一台欲しいもん。爪楊枝と包丁ぐらいの差がある。え？何？は？どうする？この先に我が同胞がいるのだろう。エルフだ。うふ、さっきから同じ質問ばかりね。え？ええ、間違いないわ。真新しいたくさんの足音をあなたも見たでしょ。え？私の手下たちが指示通りに移送した証拠よ。今さらごまかすつもりもありません。いや、罠だよこれ、罠だって。ファリンは嘘つきだから。天使の襲撃の隙に逃げ出したのも、こうしてあなたと改めて二人きりになりたかったから。インラ女かお前。ふふ、ああでもしないと
あなたが私のことを殺せないかと思って。私、自分の最後は自分で決めたいの。この気持ち分かっていただける？自分の最後は自分で決めたい？何を言ってるの？負け犬に死に方を語る権利はありません。黙っていろ。お前の処遇を決めるのはお前ではない。うわ、正論ですね。我と我の同胞たちだ。お前は同胞たちが無事に逃げるまで人質になってもらう。人か分からないけどね。死に自治かも。ふふ、そうね。それじゃあ早く屋敷に行きましょうか。ほら、あそこが私の実家よ。あら、何？なんだあの光は。え？炎？いえ違うわね、あれは。やった、助け、天使？天使だ、みんな逃げろ。え、待って、これさ、ボスッキーのお母さんの死体いじってる、もしかして。え、だとしたら本当にありえないけど。倫理観が豚箱すぎる、あの声は。あらあら、大変。悪いことって重なるものね。嘘つけよ。重ならせたんだろ。重ならせや。天使ね。そういえば実物は見たことないのよね。もうやめろよ、その芸能人みたいな言い方。見た目は美しいって本当かしら。わからん。言って比べてきな。はっ、そんなに比較したいの？キンキン戦ってる。あ、きついか。はあ、ボスッキーできついって、これやり合える人も悪魔羊でも限られてくるね。じゃあプライスレス、バッタ花丸くんとか、あとそのぐらいか。じゃあやり合えるの1対1で。ボスキさん大丈夫っすか？きつい？大丈夫だ。ああ、大丈夫だ。大丈夫そうに見えない。思ったより慎重なやつだな。あ、そうなんだ。知能天使か。もう一歩踏み込めばってところで意外と誘いに乗ってこねえ。あー、ちゃんと考えてるんだね。うわ、侍の間だな。なるほど、面白いな。ああ、なんだと。何が面白い、何が楽しい、何が面白い、命は何だと思う。お前たち人間は本当に面白い。以前不覚を取ったのはお前たちを侮ったからだ。だから今回は決して油断をしているつもりはない。ナメップしてたからってこと？その上、新しい武器を手にし、お前たちとの力の差は明らかに開いてるはずなのに。それでも私と互角、いやむしろ私が押されていると言ってもいい。え？ああ。ふん、なるほど、これが剣術というものか。楽しんでる。歴然たる力の差を技術で埋める。非力であるがゆえの弱者の戦い方。何その言い方。伝統です。逆にそれを私が習得すればどれだけ強くなれるのか。押されていると言ってる割には余裕っすね。ねえ、本当に汗一つかかないで。はあ、ついでに物騒なことも言ってやがる。嫌なたわごと。チェ、こいつはこの場で確実に潰しておかねえと。いけるかな。ふん、それが無理なのは貴様にも分かってるだろう。わ、腹立つ、上から物言いって。物理的にも上にいるだろうけど、今最初に比べて明らかに動きが鈍い。そろそろ体力の限界といったところか。人の限界を勝手に決めんじゃねえ。うわ、主人公だわ。ボスッキー頑張れ。ボスッキー、やつの言う通り。え？あ、なんか言ったかも。え、なんすか、いきなり。は？何も言ってないっすよ。しっかりしてくださいっす、ボスキさん。本当に？え、待って、セラフィム来た。うん。そうか。チェ。今の声はどこから。何？は？罪深き人の声。は？私の声に答えよ。誰？ボスッキーの両親。ここはなんだ。え、誰これ。は？はあ？なんだ黒い豹。悪魔だ。両親じゃない。私の名は
ザイボス、すごい。こうしてお前と対話するのは初めてだな、人間。黒ひょうかっこいいよね。ああ。プーマってよ、ザイボスだと。それって俺が契約した悪魔の名だよな。つうことはこの黒ひょうが。ボスッキー、え？そう、私はお前が契約してる悪魔だ。契約してる悪魔、悪魔的に契約してるものなのか。うん。こいつ、俺の心を読みやがった。一心同体、逆に読めないの？ボスッキーは。読み返しできない？ここはお前の心の中だからな。お前が何を考えているのか、私には全て筒抜けで、プライバシーのない表を。はあ？ここが俺の心の中。ちいきなり何なんだ一体。しかも黒表と喋ってるし。お前とのんきに話している暇はない。私と取引しろ。そうすれば奴を、知能天使を倒す力を与えてやる。え？こうやって悪魔化すんの？え、なんか珍しくない？でも今まで感情が爆発して悪魔化してなかった？うん。取引、知能天使を倒す力。でもボスッキーが確かに自分から悪魔化するイメージないわ。奴は今のお前では到底叶う相手ではない。お前も本当は感づいてるだろう。え、なんか周りに詐欺師しかいないみたい。詐欺師に見えるんだけど。財ボス、守りたい人間がいるなら迷ってる暇はないぞ。え、詐欺師じゃない？バスキさん、は？バスキさん、え、これ大丈夫なの？あ、やっと気づいた。何ぼっとしてるっすか。戦闘中っすよ。え、今の一瞬の出来事ってこと？うん。ああ、悪い。うわ、最悪、中からも外からも話しかけてくる。理由を聞きたいところっすけど、今はそんなのんきなこと言ってられないっすよ。だって、今のボスッキーって、ノイズキャンセリングのイヤホンつけてても、中から話しかけてくるから、ノイズキャンセリング聞かないことになるからね。おい、どうした悪魔執事、私を潰すんだろ。だってボスッキーってさ、意外と自分の精神をコントロールしたり、自分の感情を制御するの上手い方じゃん、ボスッキーって。行き過ぎた感情にならないっていうか。だからあんまり悪魔化するイメージがなかったんだけど、自分から契約するならまた話は別だよね。私を潰すんだろ。ならば、ならさっさと剣を構えろ。もう構えてる。ち早く私と取引しろ。さもなければ全員死ぬことになる。うわ、ちょっと急ピッチ急べ。お前はまた大切な人間を失いたいのか。うわ、またとか言ってるわ。うるせえな。ち、財閥の声が頭の中に響き上がる。うわ、自分から契約するのってあるのか。え、今は目の前の戦いに集中しねえと。大丈夫ボスッキー。何をしてる悪魔執事、早く剣を構え。分かったよ、剣中毒者。ボスキさん、今度は俺が前に出てあいつを引きつけるっす。ボスキさんは体力を温存して、ハウレスさんとヘネスさんが戻ってきた時に一気に勝負を。アモン、バカ言え。お前一人に任せられるわけねえだろ。うわー、このさ、剣の長さってみんな一定して同じなのかな。それにハーレスとフェネスの二人がいつ戻るかもわからねえんだ。気負って危険な真似をするな。ボスッキーにも言えるけどな、それ。もう。それはこっちのセリフっすよ。さっきから自分ばっか前に出てボロボロじゃないっすけど。ほんとだよ。財閥の力の代償で体力ももう限界なんすよね。ここからは俺が奴を食い止めるっす。ボスッキー危ないって。おい、おい、無理すんな。普通の天使を相手にするのとは、わけが違うんだぞ。責任感強すぎる。あまりにも。ボスキさん。ボスキさんこそ、人の限界を勝手に決めないでほしいっす。アモンモンいける俺だって、ボスキさんの訓練を受けてるんすから、時間稼ぐぐらいは、してみせるっすよ。確かに。うん。アモン、しかし。ふん。どうやら、お前たちの力は今ので限界らしいな。うん。確かに、剣術の腕は見事だったが、ただそれだけのこと。圧倒的な力の前では所詮は時間稼ぎにしかならん。だが、うーわ、もうこれ、ほん
羽もぎ取ってももぎ取っても羽小さいのによく飛べるね。それきつい。他の人の何倍も羽幅高せてるんじゃないの。セラフィムの10倍ぐらいね。多分足のリーチが短いのと一緒だよ。歩幅が狭いから何歩も何歩も歩かないといけないタイプ。今回の目的はお前たちをひねりつぶすことではない。え、違うの？もう一度聞く。お前たちの主はどこだ？シリみたいになってる。ちょっとあっち行って。ホストに見えてきた。喪失。はあ？主の居場所だと。それはさっき答えたっす。というか、どうしてそんなに主様のことが気になるんすか？でも天使の割には主に脅威感じてるんだね。たった一人の人間。簡単なことだ。今回の私の目的はお前たちを悪魔化させること。悪魔化させること？ならば。そのためにはお前たちの主を消すのが一番早い。でもさ、どんの？悪魔を解放したら悪魔化するってなったら、今後誰も悪魔化できなくなるってことだよね。あれ、悪魔化できるのか？悪魔解放しなくても悪魔化できる？な！おい！てめえ、それはどういう意味だ？私は悪魔化したお前たちと戦いたい。しかし悪魔化にはお前たちの絶望を刺激することが必要。アトベ警護じゃん。そのためには悪魔羊の主を消すことが一番。それがセリフの接続で。やめてやめて、今実況してるんだから。本当にその通りになるかは分からんが、試してみる価値はあるだろう。すごく狙ってくるね。だから早くしろ。お前たちの主の居場所を教えるの。死になさい天使のためにってずっと言ってればいいのに。知能ついちゃったのか。ボスキさん、やっぱりこいつはこの場で倒さなきゃダメっす。ああ。それは同感だが、だからこそ冷静になれ。もうなんか怪しいよね。今はとにかく時間を稼ぐことだ。ハウレスたちが駆けつけるまでは無理に攻めるんじゃねえ。うわ、プライスレスな。わかってるっす。今山奥に文字通りこもってるから。冷静になるのはお前だ。本当に仲間が駆けつけるまで持ちこたえられると思っているのか。ザイボスってフレンドリーなの？あれ？ナルトの美獣の八尾みたいな感じ？敵との力の差は歴然。敵が本気を出せば一瞬で終わってしまう。やっぱそうなんだ。さあ早く私と取引をするんだ。それ以外にお前らが勝つ道はない。ザイボスなんでこんなに誘ってくるの？お前もわかっているんだろ？圧倒的な力の差。なんでザイボスは力を貸そうとしてるの？いいのか？このままではお前の大切な仲間が死んでしまうぞ。ぜ。し。いちいち言わなくてもんなことわかってんだよ。ほう、逃げないか。逃げる素振りさえ見せないということは。なるほど。この近くにお前たちの大切な主が隠れている可能性は高い。確かにそうだ。竹くわえながら水の中に隠れてた方が安全圏だったかもしれない。多分後ろの小屋に隠れてるでしょ今。なんかバレそうだな、すぐ。こんな揺さぶりに反応するバカではないか。まあそれでもいい。まあ無反応が一番いいね。面倒だが、この辺りの建物を破壊すれば分かることだ。出たよ、もう絶対やると思った。あな、おい待て。飛行機にぶつけない。何かの拍子にヘリコプターにぶつかれ。え、主様。うわ、見てください、主様。血の天使が今度は屋敷を破壊してます。柱が倒れて建物が粉々に。嬉しくない。うっ、あ、今度はこっちに来ました。もうやめてくれ。天使の羽音が近づき、大きな地響きとともに斬撃で柱が破壊される。斬撃で？斬撃飛ばせるの？もう急いで外へ来るって。天井から小石が落ちてくるのを感じながら、ムーを抱きかかえて必死に玄関まで走り、
後ろで建物が崩れる轟き轟音を聞きながら、なんとか外へ逃げ出すことができた。はー、バレるね、バレたよなこれ。待って、これファリンってどこまで関わってんの？危なかった。向きが、なんかないの？はい。そのさ、当主が自分の趣味のコレクションのために隠してる隠し部屋とか、なんかいろんな自分の趣味、その性的嗜好とかもあると思うけど、なんかそういうコレクション絶対に妻に見られたくないから、その部屋に実は隠してる場所があって、そこは隠し部屋だったっていうからくりないの？シェルターみたいな。はい、主のおかげで助かりました。主様は大丈夫ですか？おかげは？あ、違う、おかげ、おけがは？俺も大丈夫だよ。いや、バサバサ。待って、これ見たよ、これ。すごい不発です。ああ、うわ、短いのに天使の羽。やはりここにいたか、悪魔羊のあるじ。来た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 。うわ、父の天使、もう無理だよ。どうする？背中の傷、剣士の恥だから、もうお腹で食らう。こっちに来ないでください。もし来たら引っかいて噛みつきますよ。主様、ここは僕が、早く逃げてください。ムーは俺をかばうように立ちはだかってくれるが、退路は瓦礫で塞がれており、逃げ場がない。うわ、飛べたらな。私も建物が崩れた影響で、あたりにはもうと砂煙が立ち込めており、逃げようにも足元さえ見えづらい状況だった。うわ、どうすんのこれ。無駄だ、もはやどこにも逃げ場はない。死ね、悪魔羊の主。悪い顔してるこいつ、イケメンなのが。主様、逃げてください。スローンが剣を振り上げた瞬間、俺の体は金縛りにあったように硬直してしまう。足元で叫ぶムーの声がどこか遠くに聞こえ、辺りを舞う砂ぼこりが急にゆっくりとした動きに感じられる。何これ、絶対絶命だから。長長剣の刃先が自分に向かって振り下ろされるのを認識した次の瞬間、俺の体の左側から何か硬い感触に押されるのを感じた。主様。うわ、ボスッキーだ。主様ね、死んだかと思って今。これ見たよ。あれ、でもセラフィムじゃなかった？砂煙の中からボスキが現れ、俺の体を義手で突き飛ばす。恐れた勢いで倒れはしたものの、どうやら間一髪のところでスローンの刃を逃れて、ボスキ食らったんじゃない？悪いな主様、急に突き飛ばしたりして。いや、怪我はないか？来たボスッキー、来てくれた。少し尻餅をついてしまったが、幸いどこも怪我はないようだ。うわ、すっごい、だからできるだけダメージ食らわないように突き飛ばしてくれたんだろうね、あの一瞬で。命を救ってくれたボスッキーに自然と感謝の言葉が漏れる。いや、助けてもらってばっかりだよね。しかしその直後、彼の姿の異変にすぐに気づいた。ボスッキー、大丈夫だ。ああ、俺なら大丈夫。食らってる食らってる。チェ。今の攻撃で義手は持っていかれちまったが。うーわ、ちょっと待ってよ。ほんとだ、義手持ってかれてる。うわ、ボスキさん、大丈夫ですか？痛くないですか？義手って通覚通ってる？うん。心配すんな、これぐらい大したことねえよ。ふん。ふん、余計な邪魔が入ったか。だが、いや、片腕なくなってる。つまらん。その腕ではもはやまともには戦えないだろう。悪魔化させたところでつまらん戦いにしかならん。挑発するね、このスローンは。貴様はもう用済みだな。ここで消しておくか。うん。主だけでなく仲間も消しておけば、他の羊がより悪魔化しやすくなるかもしれない。そんなに悪魔化させたいの？なぜ？
見たのかな、どこかで。え、なんかあの悪魔執事募集広告で見たのかな、悪魔化する写真を。ああ、舐めた口聞くんじゃねえよ、てめえなんざ片腕あれば十分だ。はあ、意味のない虚勢だな。それとも自分の死から目をそらしてるだけか。おい、てめえの方こそ俺たちを理解してねえようだな。自分の死から目をそらすだと悪魔執事になった時点で死ぬ覚悟はとっくにできてる。うーわ、もうすっごい、これが戦士かな。主様のためならいつでも命を張る。お前が相手にしているのはそういう腹の据わった人間だ。確かに。ああ、本気で主様を狙うつもりだならてめえらも自分が殺される覚悟で行こうよ。覚悟してんだな、やっぱり。へえ、うーわ、威勢がいいな、ボスキアリーナス。アリーナス呼んでる。ちょっと待って、でも片腕吹っ飛ばされたことないからな。やばいんだろうね、相手の力が。その覚悟があるのなら早く私との取引に応じろ。悪魔化するとなくなるって、お前の想像を優に超える強大な力を与えてやる。え、悪魔の力ってそんなに強いの？チー、もう迷ってる場合じゃねえか。おいおい、ザイボス、さっきからお前が言ってる取引ってのは俺が悪魔化するってことだよな。おう、悪魔化すれば限界を超えた力が出せる。前回悪魔化したハウレスがそうだったように。でもプライスレスは自分からじゃなくて、いざない、こんな何、感情がしっかりしてる時じゃなくて、そのプレッシャーとか今までの後悔とか押し寄せてきてやった悪魔化だから、だからちょっと今回とは違うんだよね。まあそんなところだ。俺が悪魔化か。うん。それでお前がさっきから言う取引の見返りは何だ。うん。俺に力を与える代わりに何をよこせというつもりだ。命まさか。ふん、それはもちろん。お前の命だ。命だ！え、だってザイボス。あ、え、あのさ、宿主が死んだらどうなんの、悪魔って。もしかして体解放される感じ？俺の命。ち。まあそりゃそうか。うわ、代償でっか。取引に応じればお前の命は私がもらい受ける。え、そんな図書館みたいな言い方されても。どうした、主のためなら命を張るのではなかったのか。死ぬのが怖くなったのか、ボスキー。死ぬのは怖くないだろうけど、ボスキー。でもまだ仲間を守りたいっていう気持ちはあるんじゃないの。ち、そんなわけねえだろ。うわ。腕を失ってなお恐怖する素振りすらない。え、でもさ、ボスッキー散々な人生じゃない、これで亡くなったら。だってその覇権争いに巻き込まれて、で家族とか取り戻したと思ったら家族が殺されて、で悪魔執事として、で最終的には生きて、でそこで死ぬって、幸せな時なかったじゃん。腕を失ってなお恐怖する素振りすらないか。もし、いや、まだ奥の手もあるのか。それともお前がたまたまそういう答えなのか。なんか幸せな時がなかったっていうか、まあ、今はボスッキー幸せに感じてるって言えば幸せに感じてるだろうけど、本当の平穏な幸せってなかったよね、ボスッキー。いいだろう、その虚勢がどこまで保てるか、限界までいたぶってやる。おっと、俺のことを忘れちゃ困るっすよ、アモン。え、なんだこの縄は。縄じゃなくて鞭っすよ。これでもう右腕は自由に使えないっすよ。え、アモンの剣って鞭なの。ボスキさん、ボスキさん、俺が押さえてるうちに主様と安全な場所へ。うわ、アモン欲しい。分かった、すぐ戻るから待ってるよ。主様、主様、ムー、こっちに来い。はい、わかりました。え、契約破棄、アモン無理はしないで。
大丈夫っすよ。大丈夫っすよ、任せてくださいっす。うわ、それ自分のためだけじゃなかったんだ。武器としても、じゃあ武器を自分に使ってたってこと？いつも、いつも武器を自分の背中に与えてたってこと？その痛さ自分がよくわかってるもんね。絶望の波音、波音。つまらん。愚かだな。この程度で私の動きを封じたつもりとは。やだな。おっと、舐めてもらっちゃ困るっすね。うん。俺が長い時間をかけて品種改良したバラのツルを使ってるっす。ちぎれるものならちぎってみろっす。品種改良してるの？そうか、ならばこれを見て絶望するがいい。あるのかな。アモンモンが持ってる種、どこで交配してたんだろう。ふん。どうだ、人間の作ったものなど所詮。消えた。うわ、ちぎったんだ本当に。何、増強したの？パンプアップした？どっかに隠れたか。はい、今ムキムキだよ多分。ちぃ、塞がれた。うわ、小賢しい真似を。今なら完全に試し打ちできたと思ったのに、やっぱり普通の天使とはレベルが違うっすね。うわ。だけどまあ知能がある分騙しやすいとも言えるっす。騙しやすい。それに俺ほど頭も良さそうじゃないし。知能天使に向かって皮肉だね。貴様。うわ。うわ、やっぱり知能天使も怒った顔するっすね。プライドだけは一番痛い。俺は。けど俺はボスキさんみたいな武闘派じゃないんで、とりあえず逃げさせてもらうっすよ。逃げる？ボスキさんの腕の借りを返したいところっすけど。腕の借り。今の俺にできるのは相手の注意をひたすらこっちに向けさせることだけっす。いや、アモンモンも危険だけど。逃げた逃げた。あ、でも逃げた。まずは貴様からひねりつぶす。あ、やば、ダイハードのカーチェイスみたいな音してる。同時刻。あ、セラフィメル。待って、マサユメじゃないじゃん。まさにマサユメじゃん。スローンは指示通りにうまくやれてるから。お前までいる。そこ靴で上がっちゃいけないんじゃない。悪魔羊に挑発されてまた怒り狂ってないといいんだけど。怒り狂ってるね、セラフィム。待って、キルビムもいる。なんで3人で揃ってんの。絶対来るじゃん。セラフィム、そんなに心配なら様子を見に行ってみたら。うん、こっちの始末は私がやっておくからさ。絶対来るじゃん。じゃあ、確かにスローの様子は気になるけど、この3人が一気に会合を開くことなんでね、わざわざここで。自分の楽屋あるのに。見に行ったらきっとまた不機嫌になるだろうからね。私を見張ってるのかって。ああ、そういうことか。そうだね。時間を置いて結果が出た頃に行ってみるよ。それより今は。ケルビムからすると、あれなのかな。あ、ケルビムじゃない。名前わかんない。何何？ケルビムのやってることが気になるな。この人間たちどうしたの？人間たち。ああ。おりんにたくさん生えてるけど、なんだか見慣れない姿をしてる。エルフだ。結局、ここにいた。そうなんだよ。さっき集団で移動してるのを空から見かけてね。そうだね。珍しい姿をしているから、連れて帰ろうと思って研究に使えるかもしれない。あれ？知らなかったの？この拉致問題。じゃあ関わってないの？へえ。私たちの姿を見ても全然騒がないなんて珍しい傾向だね。そういう人種なのかな。たくましい。いや多分そういう風にしつけられてるんだと思う。最低、本当に胸くそ悪い。いわゆる奴隷ってやつだね。従順で無気力な人間なら今まで何度か見たことあるし。ああ。ただその割には服や髪が整えられている気がするけど。だから、その顔だけより本当に外見しか見てないんだろうね。
おやおや。そうなんだ、人間のすることはよくわからないね。まあそうだろうね。天使からすると何やってるかわからないね。こっちとしても楽で助かるけどね。静かだし言うことも聞くし。え、もう、え、これ洗脳されてる状態ってことでしょ。あれは、あれ、え、言葉を操る天使、あれが知能天使、交わる。噂には聞いていたが、なんという威圧感だ。悪魔執事とはまた違う、完全に捕食者の気配。我一人では手が出せぬ。しかしこのままでは同胞が。あ、そうなんだね、やっぱり。あ、エルフでも無理なんだ。そんなに格上の存在なの。キャルビム。ねえキャルビム、気になってたんだけど。ふふ。さっきから誰かに見られている気がしない？バレてる、逃げろ逃げろ。あのさ、天使って何で判断してる？発光で判断してるの？自分の羽で判断してるのかな？その天使っていう同じ種族だっていうのは。もっとね、自分いいことを人間界にすればその羽グッズだって売られてただろうに。ん？そう、ここにいる人間以外はみんな消したつもりだけど。は？ふん。どうかな？もしかするとまだ隠れているのかも。え？え、待って。え、じゃあこの主ももうなくなってるってこと？いや、いるよね、まだ。例えばこの扉の向こうとか。ひーっと助けて。ほら。ほらね、こういう扉クローゼットって言うんだって。投資？人間が隠れるときはよくこの空間を使うんだよ、知ってた？まあそうだね。なんで知ってるの、そんなこと。かくれんぼの人気スポットだよ。へえ。いいや、今後の参考にするよ。じゃ頼む、命だけはお助けを。これからは真面目に生きるか。今まで真面目に生きてなかったの、お前ら。本当によ。俺だって本当は嫌だったんだ。でもファリン様に逆らったらどんな目に遭うか。ああ、そういうことね。いや、でもよ。でも手を貸したのは事実でしょ。うわあ。おやおや。ん？今消した人間何か言ってたか。うわ、すっげえ、人間扱いもしてない。無意識に消しちゃったからよく聞いてなかったよ。何も感じないんだね、消しても。ああ。私も、でも多分大したことは言ってないんじゃないかな。笑ってる。さてと。さてと、それじゃあ私はそろそろ戻るよ。あ、どこに？ああ。そうなら私もそろそろスローンの様子を見に。ボーイズ、ザ・ボーイズ。ん？え、出てきた？ああ、なんて美しいの？ファリンだ。神々しい光。冷たく響く声、そして何より整った顔立ち。出た！顔好きだもんな、ファリン。噂には聞いていたけれど、想像していた以上ね。ああ、死ぬ前にこんなに美しいものを見られるなんて。え、どういうこと？え、ファリンは何者なの？ケルビム？何これ？うわ。いや。私に聞かないでほしいな。装飾から見ても、この辺りの貴族だと思うけど。ホストとホスト教のお客様の距離感だろうね、これ。ああ、申し遅れました。私はこの屋敷の主でファリンと申します。あなた方天使ですわね。よければお願いがありますの。え、関わってないってこと？え、じゃあ素手下水ってこと？ファリン、先ほど兵士を消したように私もあなた方の力で消し去っていただきたいの。は？ケルビム、どういうこと？はあ、だから私に聞かないでほしい。人間にもいろいろあるから。アリスみたいな世界観になってる。君もって思ってるんだろうな。あの女、正気か？死にたがってるよね。いや、そもそも正気ではなかったな。あ、正解。だが同胞たちを救う機会があるとすれば今しかない。今しかないが、2だよ、2だよ。最後死ぬの？へえ。
よくわからないけど、この人間は私たちに消されたいみたいだね。いや、正解だよ。消されたいってよ。ああ。さっき消した人間たちみたいに、そういうことでいいかな？前例があるから消しやすいんだろう。業務作業なんだろうね、この天使からすると。ええ、ぜひお願いいたしますわ。やめろよ。何これ、安楽死制度？いずれは、消えゆくことが定められた命。ならば最後は美しいものを眺めて死にたい。まあ確かに苦しんで死ぬよりは一発で消された方がまだ救いはあるか。光に包まれて消えるのがどんな感覚かとても興味ありますの。痛いんじゃないの？なるほど。なんだか今までにいないタイプの人間だね。あ、そうだ。どうかな、キリブン。研究のためにこの人間も連れ帰ってみたら。改造されるんじゃない？いや、いらない。なんかめんどくさそうだし。うわ、嫌われてる天使からも。あ、そう。それじゃあさっさと消しちゃおうか。おう。ふふ、よろしくお願いいたしますわ。うわ、天使からも人間からも嫌われてるじゃん。そうか。ふむ、光に包まれて携帯ということだったね。それじゃあ、えい。は？え？あらら。あれ、どうして剣で切り捨てたの？うわ、すっげー、剣でやったのか。光に包まれて携帯って言ってなかったっけ？うん、うん、言ってたよ。人間のくせに天使を意のままに操ろうなんて傲慢だと思うな。うわ、まあ、やっぱり弱いか、弱いやつは死に方を選べないんだよ。はあ、あ、違う、私の違う。うわ、一番苦しい死に方じゃん。うん、意外と細かいことにこだわるんだね、セラヒムって。おう、か、うわ、うん、ま、いいや。とにかく私は檻に入れた人間たちを連れて帰るが、苦しんで死ぬんだよ、やっぱり。セラフィム、目には目を、歯には歯を。セラフィムはスローンの様子を見に行くの？ひょうひょうと喋ってるな。そうだね、そうだね。さすがにそろそろ終わってる頃だろうし。人を殺しながら対談番組やってるみたい。もしもピンチになってたらまた前みたいに助けてあげないと。そんなことより、さすがにそれはないと思うけど、中途半端にチャチャを入れて不機嫌にさせないようにね。君らがそれを言うの？ああ、分かってるよ。それじゃあまた後で。ああ、ちょっと天使3人って手に負えなくない？ちょっと、言ったか。いや、行かせてしまった。この我が一歩も動けぬとは。はあ、無理なんだね。てか、エルフって悪魔化するとどういう、悪魔解放するとか悪魔と契約するとどういう悪魔がつくんだろう。あの場で行動を起こせば間違いなく死んでいた。だが、はあ、情けない。物に当たるなど弱者のすることだ。いや、悔しいよね。死ぬか逃がすかのどっちか。我はここまで無力だったのか。もう強いはずなんだけど、この人も。ひゅ、ひゅ、うーわ。この女まだ息があるのか。うーわ、圧倒的に加害者だけど、この死に方ちょっと同情しちゃう。だがこの出血では助かる前、罪人にはふさわしい最後ではあるが、うん、とどめすら刺さずに行くとはむごいことをするね。あ、あ、うーわ、すっ、どうした？腕を伸ばして何かあるのか？クローゼット、鏡。え、そうか、鏡に自分の姿が、はあ、お前の最後の光景は血まみれの自分の姿だったというわけか。うーわ、なんかすっごい最後だね。グロ。おい女、我の目を見ろ。う、そうだ、よく見ておけ。え、これでいい。同胞を傷つけた罪人は我の手で報いを受けさせなければ。うわ、でもこの人ある意味救いを与えたよね。もう苦しみから解放してあげたっていう。罪であり、罪は罰であり、あと救いにもなってるね。は、天使ってこういう生き物なのかも。罰を与える存在でもあり、救いを、
差し伸べる存在でもあるっていう。知能天使であろうとそれは同じだ。いつか必ず同胞たちを取り戻してみせる。うわ、知能天使か。悪魔執事はあんな連中と戦っているのだな。なんか同情してくれてるね。エルフには関係ない話だろうに。一方その頃、すっごい音してる。もう多分マリオいつもステージで進むときドス音落ちてくるけど、マリオ視点から見るとこういう音してるだろうね。どうした、いつまでも逃げているだけか。それではいつまでたっても私に勝てないぞ、臆病者だね。ずるいよ空に飛ぶの。臆病で結果っす。真面目に真剣勝負とかそういう柄じゃないんで、まあ、確かにアモモンはそういうことしないよね。ほらほらほら、こっちっすよ。あ、待って、ムチ以外にも剣あるんだ、緑の。貴様、ふん、そうやって時間を稼ぐつもりだな。貴様はもういい。やはり先にお前たちの主を消すことを優先する。うーわ、もう無理か。賞味期限切れ。あらら、さすがにそろそろ冷静さを取り戻したみたいっすね。仕方ないっす、こうなったら俺が相手してあげるっすよ。戦うの。とりあえず軽くウォーミングアップからでいいっすか。え、アモンも人間じゃないっていうパターンはないの。アモンミュータントで舌がすごい伸びて、舌を剣に絡ませて相手の剣を制御できる。死ね。もう、うわ、冗談通じないっすねあんた。はあ、最初から全力っすか。クラスメイトに馴染めないタイプ。すっごい。うわっ、うわ、向こうの方からまたすごい音が。どこ、こう別件。うん、アモンさん一人で大丈夫でしょうか。ちょっと不安だよね。ああ大丈夫だと言いたいところだが、正直厳しいだろうな。俺が早く戻ってやらないと。いや、そうだよね、片腕だからな、ボスッキー。その腕じゃん。ボスキさん。そうですよ、ボスキさん、義手は完全に壊れちゃいましたし。いや、そうだよ。15人間16号みたいな壊れ方してる。刀は回収できましたけど、左腕だけじゃん。たく、なんか拳銃とか銃とかその中に仕込んでないの。その腕が取れると銃を仕込んでる。何、コブラとかそういう感じで。そんな心配そうな顔すんじゃねえよ、まだ消去ある。消去ある。はい、そうですよね、ハウルさんとフェネスさんさえ戻ればきっと。まだ岩に閉じ込められてん、うん、いや、あいつらはしばらく戻らないかもしれねえ。悪魔化か。え、どうしてですか。でも悪魔化すると何、腕は大丈夫なの。うわ、刺してるね、はめられてるって。悪魔の声。ボスキさん、ハウレスさんとフェネスさんが戻るまで時間を稼ぐ作戦だったんじゃないんですか。いや、うん、そのつもりだったが、天使の警報が鳴ってからもうしばらく経った。もし洞窟の付近で聞いていたらとっくに戻っていてもおかしくないけれど、それが未だに現れないということは。警報が聞こえなかった。すぐには戻れない状況にある、すぐには戻れない状況にある。ああ、もちろんいろんな可能性が考えられるが、ともかくハウレスとフェネスの救援は期待できねえ。少なくともそのつもりで動いた方がいい。いや、そうだよね。そんな、それじゃあどうしたの。うわ、なんか戦力外だな私。慌てるなって言ったろ、まだ消去あると。つってもこれは最後の手段ではあるがな。え、でも悪魔化すれば何、やり合えるってこと。どんなて、悪魔ってそんなに強いの。ああ、だがその話をする前に、主様一旦指輪を外してくれ。え、指輪は。ああ、主様は元の世界に戻った方がいい。え、これさ、戻ってきてボスッキー死んでたら嫌なんだけど。なるほどなるほど、確かにその手がありましたね。主様が元の世界に戻れば主様は安全。まあ、そうだけどさ。あれ、でもそうするともしハウレスさんとフェネスさんが戻ってきたとき、悪魔の力を解放することができなくなるんじゃ。もうそれは頼ってないんだろう。それに今のボスキさんとアモンさんの力はどうなるんですか。
主様が元の世界に戻った瞬間、力を失ったりしないんですか？うわ、ムーちゃん。ムーちゃん、疑問が絶えないね。はあ。さあな、試したことがないからわかんねえよ。わからないけど、な、今ちょっとさ、これ寿命削ってんのかな、悪魔かって。それじゃあ、ボスキさんたちが危ないかもしれないってことじゃないですか？これさ、悪魔化する時間によって、どんどんと悪魔が寿命を食べてって、最後ゼロになると死ぬっていうこと？もちろん、主様の安全は大切ですけど、すごく不安です。いや、そうだよね。みんな置いていけないよ。なあ。主様、その気持ちはありがたいが、俺が最後の手段を使うためには、主様はそばにいない方が安全なんだ。うん、一度暴走状態になっちまうと敵味方区別なく襲うのを何度も見てきたからな。悪魔かね。みんなさ、だって今までさ、ボスッキー以外ってやっぱりもう攻撃的な悪魔化はしてないんだよね。流れで悪魔化した感じなんだよ。自分でスイッチ押してるんだよね、ボスッキーって。暴走状態？最後の手段でまさか。うん。ああ。ああ、この状況を切り抜ける手段は一つしかねえ。俺は。俺が悪魔化することだ。うわ、もうなんか。うわ！ボスケさんが悪魔化？そんな無茶ですよ。というか、自らの意思で悪魔化なんてできるんですか？自らの意思っていうか、誘ってきた。悪魔化する条件って絶望に飲み込まれることですよね。いや、そうだよね、確か。説明している時間はね、実のところ俺も半信半疑だが、絶望、もうつまりボスッキーってもう常に絶望にいたってこと？自分が常に絶望にいながらもその飲み込まれない、自分で踏ん張ってればギリギリで耐えてる状態だったらいつもね。だとしたら少し一歩後ろに下がれば崖から落ちるわけじゃん。その綱引きをしてたってこと、ボスッキーは。違う。ああ、とにかく今はこれしか手がねえんだ。主様が元の世界に戻ったら俺はすぐに悪魔化を試す。悪魔化自体は主様が屋敷に来る前から起きていた現象だ。主様がいなくても問題なく引き起こせる。でもさ、助ける術がなくなるよ、ボスッキーを。うん、いいな主様、俺を信じてあとは任せてくれ。ひょっとすると俺を逃がすための作り話では？そんな考えも頭をよぎったが、いや、ありえるよ、ボスッキーなら。ボスキーの真剣な表情は嘘をついていないように見える。ひょっとすると本当に悪魔化する手段があるのかもしれない。うん。もしそうだとしたら、なおのことボスキーのそばを離れるわけにはいかなかった。いや、そうだよね。やっぱり俺はここに残るよ。主様？主様、どうして？悪魔化から救えるのは俺だけだから。いや、そうだよ。あ、主様。なるほど。あ、そうか、確かにそうですね。いや、そうだよ、ムーちゃんも必要だけど。悪魔化してもし地の天使が倒せたとしても、その後でボスキさんを救わないと。はい。それができるのは確かに主様だけです。いや、そうだよ、ムーの言う通りだよ、ボスキ。わかった、わかった、主様の判断に任せる。うん、任せて。だが、ただし危なくなったらすぐに指輪は外すんだぞ。うん、分かってる。それでボスキさん、と本当に自分の意思で悪魔化するんですか？でもそんなの一体どうやって。多分さ、この主は今まで散々命も救ってくれて、自分の命を投げ捨ててでもこの主を守ってくれたっていう信頼度があるじゃん。信頼度も恩もあるじゃん。だからやっぱ残るっていう決断できるんだろうね。これがまたなんか悪魔化する人たちがやばいやつだったり、そのサルディスケみたいにクズ同然だとすると、多分こう主でもこうはならないんじゃない？なるのかな。何も、うわっ、うわっ、この声はアモ。え、つち、待ってろアモ、今行く。やばくない？今やばい音したよ。うわったく、なんつうバカ力っすか。剣の攻撃は避けられても飛んでくる破片やら
石原で地味に体力を削られるっす。つまらん。弱いな。あの目つきが悪い挑発の男に比べれば格段に弱い。人のこと言えないだろ。この程度の実力では悪魔化したとしても大して期待はできないな。嫌なこと言うわ。ボスキーが認めた弟子だ。はあはあ、好き勝手言ってくれるじゃないっすか。あのさ、あんたの方こそボスキーさんに比べればずっと弱いっすよ。少なくとも剣士としてはあんたから学べることは一つもないっすね。うわ、もんもいいね。ボスキーの弟子だわ。ふん、口の減らない人間だ。でも時間稼ぎしたから相当強い。いいだろう、そんなに消されたいならこの場で消してやる。時間稼ぎできたんだから相当有能だよ。いや、死体は残して他の連中に見せた方がいいか。そうっすね。どっちもごめんっすよ。俺が死ぬときは主様の膝の上でって決めてるっすから。やだよ、私の膝の上で死なれるのはさすがにやだよ。ああ決めた。やはり虫けらのように叩き潰そう。喜べ、お前がこの武器の最初の犠牲者だ。気に入ってんだね、その武器。くぐ。まずい、アモンがやられる。クソ。おい、聞こえてんだろ、財ボス。お前と取引してやる。だから今すぐ力を貸してやがれ。いいだろう。何この財ボスって。うーわ、悪魔化すんの。いや、悪魔化すんのこれ。悪魔化、悪魔化だ。うん、ここはまた。あっ、てアモンは。安心しろ人間、ここは意識の世界、時の流れは存在しない。え、精神と時の部屋みたいな。はあ、そうか。え、喋り放題ってことここ。え、じゃあさ、主様もし寿命間近になったら、主様はここに呼んでずっとおしゃべりすることもできるってこと。覚悟は決まったようだな。ああ、ああ、では取引の話に入るぞ。おい待て、その前に確認しておきたいことがある。確認しておきたい。なんだ。うん、この取引っつのは命を差し出す代わりに俺は悪魔化するってことなんだろ。うん、つまり悪魔化しても俺は絶対に死ぬってことだ。いや、そうだね。そうだ、お前の主が悪魔化から救うと息巻いていたが、それは不可能だ。そういう取引だから。え、取引の場合は取り消せないの。全部聞こえてたんだ今。なるほどな。なるほど。うわ、だがちょっと待て、この取引俺が不利じゃねえか。なあ、普通に悪魔化すればお前の力を利用しつつ主様の力で助かる可能性もあるってのに。まあ普通の悪魔化ならお前の言う通りだろうな。だがこれはただの悪魔化ではない。え、ああ、何じゃ、ボスッキーは悪魔化しないってことか。これは私の力を最大限まで使えるようになるという取引だ。全力ってこと。通常の悪魔化で得られる力とは比較にならない。そうだな、特別な悪魔化とでも呼ぶか。特別な悪魔化。え、何、隠しメニューみたいな。特別な悪魔化。え、隠しトッピングみたいなの。うん、その取引に応じればあの知能天使を倒せるくらいの力が手に入るんだよな。そんなに強いの。え、おいおい、なんでそこで黙るんだよ。嘘をつくのは簡単だが、これは取引だからな。正直に言おう、勝てるかどうかは五分五分。え、悪魔と天使って同じぐらいの力ってこと。どんだけチートなの。それ勝てないよ、悪魔解放しても。だって数割しか出してないんでしょ。チッ、五分五分かよ。悪魔ってやつは意外と謙虚なんだな。人間の体では出せる力にもおのずと限界がある。あ、そういうこと。あとは宿主の体がどれだけ悪魔の力を引き出せるか。勝てるかどうかはお前の実力次第ということだ。そういうことか。ふん、だったら安心しろ。え、じゃあへにょへにょの筋肉だったらもうその悪魔の性能に耐えられずに腕が追いつかなくてちぎれちゃったりするんだ。お前の宿主は剣士と世界でも五士に入る人間だ。あ、そうなんだ、ボスッキー。五士に入るの。
え、あと4社誰？バット花丸くん入ってる？五市に入るか。世界一を名乗らないとは、お前の方こそ謙虚なやつだな。五市誰だろ、あと4人、4本指。ああ。ふん、うるせえ。とにかく俺の命はお前にくれてやる。これで取引は成立。うわ、取引しちゃった。ああ。うん。ちなみに特別な悪魔化ってのが起きたら、俺は正気を失うのか。ああ、もちろん。失うんだ。なあ。ザイボス、てめえの力で、俺が主様と仲間に手を出さないよう制御できるわ。それはできない。できない。お前は目に入るものすべてを破壊するだろう。チッ。チッ、そうかよ。わ。主様の安全だけが気になるが、まあ、アモンなら大丈夫だろう。本当に死ぬ。さあ、準備はいいか。すごく気にしてる、死ぬ前でも。もう後戻りはできないぞ。仲間と主を救うために自分の命を差し出す。それでいいのだな、ボスキャリーナス。でも確かにそのデメリットがないと、だって、まあ、結局は何これ、まあ、捨て身の命がけで強い人が全悪魔を解放すればね、天使倒せるってことになるもんね。でもあれか、悪魔がそれを契約するとは限らないのか。これ財ボスだから取引してきただけで。迷ってる。いや、それは悩むよ。うん、もうどっちでもいいと思う。それボスキーが決めることだと思う。ああ、いつでも始める。うわ、いい覚悟だ主様。じゃあな、主様。え、最後の別れすら言えなかったが許してくれ。うわ、待って。はあ、あっけねえな。俺の命もここまでか。ちょっと。この声はボスキさん。まずい。ボスキさんの体から黒い眉が、まさか。アモン、主様を頼んだぞ。まだ意識ある。何があっても絶対に守れ。ボスキさん、なんか最後の船長命令みたいになってる。うわ、これはまさか。うわ、出た。なんで意識あるの。ボスキさんが悪魔化した。そんな、どうして。悪魔化する予兆なんて全然なかったのに、自分でスイッチを押せるタイプだ。そんな人いなかった今まで。なるほど。なるほど。あれが頭か。確かに雰囲気は変わったが、片腕を失った状況に変わりはない。つまらん。そんな状態の貴様と戦っても面白みはないな。はあ。ぶっ潰す。え？早い。しかもさっきまでの一撃よりはるかに重い。片腕だけでこれほどの力を出せるだと。両腕なら完封してたかも。これが悪魔化というものか。ふっ、面白い。これでこそ叩き潰しがいがある。できるかな。どっちが勝つこれ。はあ、消えろ。すごい、左腕一本で血の天使と互角に渡り合ってる。そんなにヤバいんだ悪魔化って。けどどうして急に悪魔化なんて。あ、やっぱ疑問に思ってる。怪我はありませんか。無事でよかった。ちょっと、主様。む、主様、ボスキさんが悪魔化を。そうなんです。僕たちも驚いたんですけど、しかも私たちに隠して自分の意思で悪魔化したみたい。自分の意思で悪魔化。ボスキさん、そんなことできたんですか。いや、意味わかんないよね。イレギュラーすぎる。一体どうやってそんなことを。今はそんなこと考えてる場合じゃないっすね。いや、そうだよ。これからどう動くのが最善か考えるっす。ちょっと待って。はい、そうですね。悪魔化した場合、意識を失う、暴走する、そして敵味方関係なく襲いかかる。ですが、ボスさんは真っ先に血の天使と戦っています。まだ意識あるの。もしかして僕たちのことを認識しているんじゃないですか。わからない。いや、残念ですけどそんな雰囲気じゃなかったっすけど。じゃあ本能のままに強敵に立ち向かってる感じ。
俺に主様を絶対に守れって言った後、うめき声とともに意識を乗っ取られたっす。あ、そうなんだ。つまり今のボスキさんはいつこっちを襲ってきてもおかしくない状態だから、かなり危険な状態なんで、本来なら主様をここから避難させるべきなんですけど。うわ、プライスレスとかフェネスショコタンとかどう思うんだろう。これそれはできない。主様、ボスキを悪魔から救わなくちゃ。できないらしいこれ。ありがとうございますっす。俺が俺を言うのは変っすけど、主様は自分の安全よりボスキさんのことを優先してくださるんすね。いやでも当然だよ。主様、主様、そうと決まれば主様は俺の後ろへ隠れていてください。ここで耐える。俺が命を懸けてお守りしますから。これどうなんの、だってプライスレスとか帰ってきても見境なく襲ってくるでしょ。ちなみにボスキさんがスローに負けてしまったり、こちらを襲ってきたりした場合はこっからの脱出を優先するっす。やっぱり主様の命が一番大切なんで。嫌な未来だ。大丈夫っすよ。そんな顔しなくても大丈夫っす。最悪の事態の話っすよ。ボスキさんは絶対に負けない。あの人ならきっとスローンを倒してくれる。うん、信じる。一対一でやり合ってんのやばいな、片腕で。はい、信じましょう、ボスキさんを。スローンを倒した後は、主様よろしく頼むっすよ。はい、よろしく頼まれます。ボスキは悪魔から。でもできないんだよ、これ。はい。ノーと言われたんだよ。そうですね、絶対にボスキさんを助けましょう。契約書があるので。ただ仮にボスキさんが血の天使を倒せたとしても、悪魔化したボスキさんを救うには一度ボスキさんを無力化する必要がある。いやそうだよね。ハウレスさんが悪魔化した時もボスキさんたちが戦ってハウレスさんを戦闘不能の状況に持ち込んだ。そして今回その役目は俺がやるしかない。一対一、最後は俺の手で決着をつけないと。嫌だろうね、アモンモンも。戦いたくないだろうな。